こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、日本では様々な軍事的な動きがあることを知っているでしょうか。日米合印に加えて、英仏独も極東にやってきます。そんな中とある米軍の行動に着目している F-22 ラプター戦闘機が、嘉手納基地へ着陸している。では、このお話を詳しく見ていきますね。日本も、対中政策は、同盟国と共同で抑え込む方がいいでしょうね。世界の対中政策は、日本が舞台となるのか？2020年12月6日、沖縄県の嘉手納基地にアメリカ空軍の F-22 ラプター戦闘機2機が飛来したことが報じられ、実に2018年6月以来の約2年半ぶりの行動であることが確認された。今回の F-22 ラプター戦闘機2機の行動や目的については、アメリカや日本政府からの正式な発表は行われていない状態だが、同機2機は6日の夕方に嘉手納基地に着陸している。この F-22 ラプター戦闘機2機はアメリカ本土のバージニア州ラングレーにあるユースティス基地に所属する機体とみられており、中国軍に対する牽制のために派遣された可能性が高い。というのも、7日には、グアム島のアンダーセン飛行場から発進した B-1B 戦略爆撃機が日本海方面に進出しており、この支援を目的に F-22 ラプター戦闘機が派遣されたと推察されている。たった2機の飛来であることや、新型コロナウイルスの蔓延などからか、今回の F-22 ラプター戦闘機の嘉手納基地入りは、日本でもあまり報道されていないようにも感じられる。F-22 ラプター戦闘機は、言わずと知れた、いわゆる第5世代戦闘機の先駆けであり、その優れたステルス性能と運動性能によって現在でも世界で最も高性能な戦闘機だと目される機体である。ただし、旧ソ連とアメリカとの冷戦時代が旧ソ連の崩壊で終焉を迎えたこともあり、その性能自体がむしろオーバースペックとなり、わずか200機余りの生産に止められた不運な戦闘機でもある。日本も現在の F-35 ライトニング2戦闘機の調達前にはこの F-22 ラプター戦闘機を入手したい意向を示していたが、アメリカ議会はその性能の高さゆえに海外への輸出を許可しなかった。2020年の最近では、中東各国とのイスラエル・アメリカの和平が進む中で、アメリカが、そうした国々への F-35 ライトニング2戦闘機の輸出を緩和してきたことで、F-22 ラプター戦闘機に対する、眉唾な噂も浮上した。いわく、それは、アメリカの F-35 ライトニング2戦闘機の中東各国への輸出を認める見返りに、イスラエルが F-22 ラプター戦闘機を調達するという内容であり、すでに生産が終了していることから、現実的ではないとも言われてきた。実際、小国のイスラエルが調達する、さほど多くはないであろう機体数のために、ロッキード・マーチン社が、
F-22 ラプター戦闘機の生産を再開するなどということは実際問題として考えにくいだろう。ただし一部には想像以上にアメリカ空軍における第6世代戦闘機の配備が前倒しになる可能性があるとも言われ、これが実現するならば不要となった F-22 ラプター戦闘機を渡すのでハトの憶測も出ていた。今のところこれが信憑性のある情報とは判断できない状態だが、 F-22 ラプター戦闘機の待望論はオーストラリアにもあり、日本を含めた同盟国が受け入れることで製造再開を促す意見も一部で見られる。こうした待たざる国の希望はともかくとして、かつて2016年までに嘉手納基地にF-22 ラプター戦闘機が配備されていた当時は、主に北朝鮮への抑止力となることが期待されていたように思う。そのため、北朝鮮の弾道ミサイル攻撃に対し、高度なステルス性能を生かして F-22 ラプター戦闘機による誘導爆弾での報復攻撃が想定されたが、本来的には同機は対地攻撃を主任務とはしていないと感じる。 F-22 ラプター戦闘機の究極の用法は何を置いても敵の戦闘機を完全に壊滅させる性空戦闘力にあると思われるが、2005年の運用開始からこの方、幸いと言うべきか、そうした機会は訪れていない。実際に F-22 ラプター戦闘機が実戦に投入されたのは、わずかに2014年のシリアにおける空爆作戦のみであり、この時もイスラム国の地上施設への爆撃を行っただけで、対空戦闘は発生しなかった。以後も F-22 ラプター戦闘機が、その高度な性空能力を発揮する機会はなく、現在を迎えているが、昨今のアメリカ空軍では次の第6世代戦闘機以降に、完全移行する2060年前後まで、同機を使用予定とも言われている。ちょうどこの12月9日、初めてアメリカ空軍の F-22 ラプター戦闘機と F-35 ライトニング2戦闘機 A 型とが直接の戦術データリンクを成功させたことも報じられ、両機の連携強化が果たされた形だ。これにより、現在までの F-15 イーグル戦闘機と F-16 戦闘機とが相互補完の役割を行っていたことが、ようやく F-22 ラプター戦闘機と F-35 ライトニング2戦闘機 A 型との間でも実現したと見てよいだろう。ただ若干気がかりなのは、今回のテストにおいて、無人航空機 XQ-58、ヴァルキリーとの連携までは成功しておらず、無人機の活用の本格化までには、アメリカ空軍も課題を抱えていることが垣間見える点だ。さらに、12月10日には、アメリカ議会予算局が、深刻な財政難を理由に、アメリカ空軍の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達中止や、F-22 ラプター戦闘機の退役にも言及しており、続報に注目すべきだろう。